アメリカ議会上院議員のマルコ・ルビオ氏とリック・スコット氏が15日に法案を提出し中国への石油製品の輸出を禁止するようバイデン政権に呼びかけましたアメリカでは現在ガソリン価格が高騰し1ガロンあたりの平均価格が14日には過去最高値の5.02ドルを記録しました共和党のルビオ上院議員とスコット上院議員は15日中国石油輸出禁止法案を提出しました ルビオ議員は声明の中でアメリカ各地でガソリン価格が高騰を続ける中バイデン政権は毎日50万バレルの石油を中国に輸出しているこれは容認できないことだと述べていますルビオ氏はアメリカは石油の生産量を増やしジェノサイドを行う政権に石油を送るのではなく国内の消費者を優先するべきだと強調しましたスコット議員は 国内の消費者が1ガロンあたり5ドル以上を支払っている時にアメリカは引き続き共産中国に石油を送っているこれは不条理だ2022年の1月から3月の間だけでアメリカは共産中国に5200万バレルの石油とガソリンを輸出したと指摘していますスコット氏は全ての議員がこの法案を支持しアメリカ人の権益を優先するよう呼びかけました NTD ジャパンがお伝えしました。